します。おはようございます。昨夜のパーティーではお疲れ様でした。お料理だけですか？あなたは誰なの？ノックもしないで失礼な。何か言ったらどうなんです？珍しいお名前ね。おじい様のお屋敷で何をなさっているの？お医者様。ええ、正直なところ意外です。私が存じているお医者様はみんな理知的で礼儀正しい人たちばかりなので。賢明ね。それでドクターはどんなご用でここに？それではお暇なのね。髪を整えたいのですけど、誰か呼んできていただけないかしら。昨夜のパーティーで少し傷んでしまったの。これじゃあ恥ずかしくて表も歩けない。それはドクターにお任せいたします。
こちらこそよろしく。そう言ってもらえると嬉しいわ。ミレイさん、ありがとう。ドクター、ミレイさんを呼んできてくれてありがとう。これなら人目に出ても恥ずかしくないわ。本当にお上手でした。ミレさん、また次もお願いします。そうさせてもらいます。ミレイさん、優しそうな方ね。さすがドクター、人を見る目があるわ。また何かあったら相談しますね。次からはノックを忘れずに。お嬢様が呼んでいる。来い。早く来い。お嬢様、お連れしました。ご苦労様、もう下がっていいわよ。それで。ドクター、こんばんは。
昼間はありがとうございました。ええ、とっても助かりました。本当にありがとう。欲しいことがあるの。キブナチウムで自由研究があるのだけど、それのレポート課題がね、ちょっと大変で。マルコポーロはご存知？ご名答！さすがドクターね。彼は私と同じでベネチアの人なの。だから私もそんな過去の偉人たちを見習おうと思って。ドクターもそう思う？それじゃあ助けてくれますよね。話なんだけど、私外の世界のことを全然知らないの。もちろんドクターの祖国のことも。ジャポーネってどんなところなの？一応参考書も持ってきてるから。うん、ジャポーネについて書かれたものらしいの。やっぱりドクターはいい人ね。本当にありがとう。はい。ジャポーネの若者文化なんだけど、この本には男子はちょんまげが基本って書いてあるわ。ちょんまげって何なのかしら。言ってる？ちょんまげじゃないの？茶髪ロン毛？ガングロ厚底？私、ドクターのおっしゃってることがよくわからないのだけど。ジャポーネの若者はちょんまげじゃないの？分かりやすく教えてよ。
それじゃあこの参考書に書いてあることで間違ってる部分だけ教えて。その部分を省いてレポートを作るから。私のためにって。どうしよう、このままじゃ課題ができないよ。ドクター、なんとかならないの？そういうことならぜひお願いできますか？今はとにかく助けが必要なの。ドクター、今日は本当にありがとう。はい、それではいい夢を。Thank you.
足の